はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。リブラグです。ミュンヘンにやってきました。あっちだ、見えるかな。街の中心にやってきました。もちろん観光の動画も作りますけど、ホーフプゴイハウスで食べに行きます。皆さん知ってますか、ホーフプゴイハウス。あの、日本人に対して一番有名な場所だと思います。多分ミュンヘンの観光地の中でトップ3には入る有名な観光地です。普通の都市だったら、多分 50% のお客さんが日本人だと思うよ。あ、そんな日本多いんだ。なんか日本人が特に好き。ちなみにすぐそっちがミュンヘンの市庁舎、シティホールです。そこからすぐ裏路地に入ったところにあるということで、なんかまたさ、レナの地元のマットシュバーベンとはまた違ったさ、まあね、ドイツの景色の良さがここにはあるね。もちろん。なんか右で歩きましょう。ごめんごめん。あの、なかなか人間の染みついたものは、ね、そうだよ、考えないと。そう、すぐ左歩いちゃ う。皆さんドイツに来たら右側通行です。邪魔にならないでください。人にぶつかっちゃいます。ドイツ人は意外とうるさい。厳しいよね。ルールに厳しいですから、ドイツ人は。そう。日本人が左側歩いてると怒られます。皆さん気をつけましょうね。右側通行です。はい。ちなみにミュンヘンの街中は縦列駐車がめちゃめちゃ多いです。ああ、そうだよ。あ、見て。何？日本食レストランがある。そうだよ。寿司、刺身って書いてある。そうだよ。これ昔からある。うわ、ラーメンって書いてある。おお。豚キムチ丼、牛カルビ丼、牛丼とかカレーとかもある。親子丼もある。もう日本食が恋しくなってきた。いや、大丈夫だよ。とりあえず今日はホープゴイハウスに来ます。今日はドイツ料理で、また左に歩いてるんですけど。あ、ごめん、ダメだダメだ、やばいぞこれは。そうだよ。意識的に動かないと。そうだよ。来ました、ホープゴイハウス。なんかすごく静かだからやってないかもしれない。月曜日、あ、やってるか。11時から24時でもめっちゃ静かだよ。本当だ、なんかいつもの騒がしさの10分の1ぐらい。そうだよ、昔行った時になんかこう、ね、あの音楽が踊ってたよね、みんな。はい、行きましょう。 Hello。 Sehr gut. Wir sind zum Weißwurstessen. Danke. Wir schauen noch kurz. Okay, danke.今日は、まだ11時15分ですので、ランチメニューまだやってないよっていう案内がありました、はいはい、ので、あのワイスウォーストを食べに来ました。で、ワイスウォーストと一緒にはワイスピアを飲む。白ビールと白ソーセージ。そう、ワイスピアはあの小さい あの 0.5 リットルのや小さいって言ってもでかいよ、十分。それは日本の普通だよ。だよね。出ましたね。ちっちゃくないよ、別に全く。あの、タカがワイスピアを飲む、うん、でだったら私はドンクレスラードラを注文して、それが1リットルで来る、はい、ラードラはあのダークビアとレモネードが割ったやつ。あ、じゃあお酒は入ってるけど、ちょっとあのジュースっぽい。で、食べ物はここワイスブース白ソーセージ 5.9 ユーロ。じゃあこれと基本的に朝に食べるものを注文する、はい、チーズ、オーバーツタは美味しいし、あとはあのブースサラ、ソーセージサラダ。へえ、いろいろあるね。タカが生のやつ食べたかったでしょ。生の肉。あ、食べたい。豚のやつでしょ、パテの。いや、wir hätten gerne einmal die Weißwürste, dazu eine Breze und dann noch das frisch gehackte Rindertartar.Tag haben wir noch nicht, ab 12 Uhr. Ach so, ab 12 Uhr. Was haben Sie gerade schon? Oberster? Oberster, super. Oberster. Und dann eine Münchner Weiße und dann noch ein dunkles Radler. Was? Dankeschön. Ja.ちなみに皆さん見てください、このメニューめちゃめちゃ可愛いよね。ホープゴイハウスのスパイスカーテン、あは、そうで、ここに白ソーセージだよ。本当だ、白ソーセージがいる。プレッツェルとこれラディッシュ、これ持ってかれるのかな。ちなみにホープゴイハウスめちゃめちゃ広いです。ちょっと歩いてくるね。本当はここでいつも音楽隊がいて音楽を流してくれるんだけど、今日はもしかしたらいないかもしれない。で、奥までめちゃめちゃ広い。あそこが入り口だけど、こっちにもまだめちゃめちゃ広く奥にあります。めっちゃ広いよ、ホーフゴイハウス。あそこの奥のまたさらに奥もあるから、で、ガーデンの方もあります。超広い。で、ここがメインホールだね。あ、
ビール来ました。レナさんのところにもうビールが来ております。でかでかビールが来ました。そうだよ、こっち白ビール、バイスビアだから小さいと言ったよ。これ500ml、これでかタンクじゃん。小さいと言ったでしょ。これ1リットル、日本の生だよりも十分にでかい。そうだな、ここにホーフボーイハウスで HB って書いてあります。そうだ、ここ目を見る必要があるよ、ドイツは。ここそう、あおうんまでしょうね。白ビールマジでうまい。ちょっとね、白ビールっていうのはフレーバーが強くてフルーティーな香りがするビールなんだけど。本当かな。そう、めちゃめちゃフルーティーなフレーバーが強い。ノ、え、ノ、ノ、フルーティーが強いです。めっちゃ美味しいよこれさ、もうこれで筋トレできるよ。で、あのオクトーバーフェストとかで普通に10個とか12個を持つ女の人がいるんでしょ。いる。考えて、これをこうやってさ、で持ってくるよね。すごいよ、だから10キロぐらいをこう持ってるってことでしょ。これめっちゃうまい。あ、よかった。皆さんもぜひドイツに来たらラードラー、ドンクレスラードラー、めちゃくちゃ美味しい。だからダークビールにラードラーが美味しい。だから本当に甘いビールって感じです。最高。まだ11時だけど昼からビールが飲めるっていうのがもう最高です。こんな雰囲気のいいところで、ね、なんか教会みたいなさ雰囲気あるよ。すっごい天井が高いね、うん、だってこの声が反響して戻ってくる。タカの声が特に周りから見られてる。ハロー。ちなみにね、壁がねすごい綺麗な絵が描いてあったりする。これはホーフボーイハウスの HB。天井見て、天井の絵がすごい綺麗。ちなみにビールの値段紹介してなかったんですけど、はい、このバイスビア 500ml 5.3 ユーロ。安くないよ、また1ユーロ130円から140円で計算すると全く安くない。600、700円ぐらい。まあでも日本と一緒だよね。生ビールが1杯500から600円でも同じやつをスーパーで買うと1ユーロだよ。そうだそうだよ、これスーパーで買うと1ユーロだだから7倍だよ。で、ちなみにこっちのラードは1リットル、まあ、高いよ。 9.9 ユーロ、1000円超えてます。1200円、300円ぐらいです。ちなみにさ、ホーフボーイハウスって観光客向けのさ、まあ要はお店じゃん。これ地元のお店行くとさ、こういうのもっと安い。もっと安い。ああ、安いな、やっぱり。まあでもミュンヘンは高いから。まあミュンヘン物価高いです、皆さん。めちゃめちゃ高い、物価が。おー、ダンケシェーン。おー、オーバーツタ。バツタ、はい、オーバーツタというのがチーズです。なんかパプリカで味付けをした2、3種類のチーズが合わせたもので、オニオンとスライスブレッドで食べるもの。ちなみにオーバーツタは 10.5 ユーロ。でこれをここに、食べ方はオーバーツタをパンに塗って、こんな感じ。嘘。うん、おいしい。ちなみにオーバーツタはミュンヘンの料理、伝統的な料理。チーズはどんな感じの味？結構チーズ、チーズの風味が強い。うわ、匂いもすごいくる。チーズとオニオンの匂いが混ざって、うん、そう、美味しいよ。うん、うん、うん、チーズだね。でしょ。うわ、チーズの風味強っ。でもこのパンも美味しいでしょ。あとチーズだけだとちょっとくどいけど、オニオンのさっぱりしたこのシャリシャリ感もあるからバランスがいい。パンが足りないよ。パンもう一個もらったらいいじゃないね。ブレッドもらおう。だってまださ、もう一個さ、これプレッツェルでも美味しいよ。だからもう一個のプレッツェル買ってもいいよ。なんかレナが持ってるともうやばい。おー、イエーイ。バイスゴアって来ました。キング、ノーハイルプリーツ、ビッツ。ダンケシュン。白ソーセージ来ました。ミュンヘンの出身、レナさんに教えてもらいましょう。オッケー。意外とね、難しいよ、食べ方。うん、だからここで食べるとこんな。見て、これ、白ソーセージ。プレート。だからソーセージを茹でてるんだよね。だから日本みたいなあのパリパリっとしたソーセージではない。全く。ん？はい。で、二人で食べたいから分けなきゃいけないよ。半分に切ります。うん、は
い、OK。で、これを、まあ、私たちは1個ずつ食べる。で、これが、アウスゲマフターゼン。マスタード。マスタードです。はい、OK。見て。こういうマスタードだよ。ああ。確か、この白ソーセージにつくマスタードはちょっと甘めのマスタードだったっけ。そうだよ。うわ、めちゃめちゃ騒がしくなってきた。なんでだろうね。これがホーフボーイハウスの雰囲気です。そうだ、ね、本来の。そう、さっきはちょっと静かだったね。じゃあこれをそのままで食べれない、ここで切って。そう、白ソーセージはそのまま食べずに皮を剥きます。パックリ今真ん中で割れました。 でここで薄皮がついてるから、それをね、全然取れないよ。剥いていきます。あれで、ドイツ人さん？わかんない。こんな感じで。はい。ダンケシュン。で、マスタード、甘めのマスタードにつけて食べます。3年ぶりのワイスボースが美味しい。で、これに、プレッツェ。これだよ。と、ワイスビア。こういうことだね。幸せですか、社長。3年ぶりの帰国。ミュンヘンの伝統的料理。グッド。ね、皮を剥くからこんな感じになります。で、意外と皮が分厚い。だから食べれない。ね。そう、こんな感じで綺麗に剥けると、そう、こんな感じで剥けていきます。いや、知らないと食べちゃうから。見て、ほら。あ、なんか綺麗にやったね。どっちがミュンヘンの出身の人かわからないよ、もう。わからないね。そう、だから白ソーセージ頼んで、わからずに皮ごと食べると皮が残るから、皆さん気をつけてください。皮はちゃんと剥いて食べます。おいしくないよ、ね、皮は全然おいしくないです。はい、いただきます。うん、何がおいしいか。はい、マスタードがおいしい。何、ソーセージどうでもいい。甘くて、ソーセージはさっき言ったけどプリプリでは全然なくて、柔らかいグニャグニャとした食感。これ見れば分かるけど、ソーセージの中にハーブとかが入ってて、見れば分かると言ってるから今回のボケみたい。これ真っ白ではなくてハーブを練り込んでたりするから、その風味もこう広がってくるからすごく美味しいし、バイスビアに合います。うまい。ちなみに今隣の席にワンちゃん連れのお客様が入ってきました。全然問題なし。なんか日本の文化からするとちょっとびっくりするかもしれないね。社長、何、周り見てもこの大きさ飲んでると誰一人いないよ。みんななんかこれぐらいのやつかちっちゃいやつ飲んでる。ドイツ人しかこれ飲まないかもしれないよ。せっかく来てるならこれぐらいのサイズじゃない。皆さん騙されないでくださいね。みんな観光客はこれぐらいのサイズで飲んでます。これ飲んでるのはドイツ人しかいないです。いや、でもせっかく来てるなら。音楽が始まった。これドイツの音楽。そうや、ここのバイエルン州の音楽。いや、これだよね、ホーフボーイハウスの雰囲気。さっきお見せしたあっちの舞台で音楽隊がいて、動画撮って音楽流してます。プレッツェルにさっきのオーバーツタこうつけても美味しい。うん、美味しいよ。めちゃくちゃ美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんか私は高いより飲んだよ。そうだよ、500ミリリットルと1リットルだよ。日本人とドイツ人だよ。ごちそうさまでした。あと、なかなか減らないよ。ドイツにはその言葉がないよ。わかる？美味しかった。はい、お腹いっぱい食べました。見てください。飲みました。もう席が満員ぐらいになってきてます。やっぱりお昼時になると人が増えるね。でもみんな前の方に座るでしょ。めちゃめちゃ広い。めちゃ広い。重た。これ重たすぎない？これ女性開けれないと思う。大丈夫大丈夫。はい、ということでホーフボーイハウスいかがでしたでしょうか。いや、美味しかったよ。よかった。いや、めちゃめちゃ美味しかった、ね、初めて食べたよ。白ソーセージはちなみに
本当は12時前に食べるべきです。ただし今もあの多分1日中白ソーセージは注文できる。本当は新鮮なうちに食べなきゃいけないから朝しか食べれないっていうのが昔の文化だね。そうだから私たちは今日ちょっと早めに行って早めに食べた。この動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。